なおこの試合前日計量で契約体重をクリアできなかった赤コーナーイジュ・リュウオン選手は毎ラウンド1点減点からのスタートとなります。アナウンスのあった通り今日は2回戦で行われます。1ラウンドさらに2ラウンドそれぞれに10対9、まあ9対10からのスタートということになります。さあ試合が始まっています。さあ小田選手、計量の方は、ね、うまくいかなかったイジュですけれども、はい、まあ、相手は地区大会2つを制して全日本準優勝、はい、で自身としては全日本がなかった年の昇格でしたけれども、はい、当時の最年少記録、まあ、プロになってもまだ負けはありませんしね、はい、さあここはトップになったのは藤田。さあどんどん先にイジュの方が攻めます。イジュ選手、はい、多分1回か2回僕一緒の練習現場で一緒になった方があって、やっぱ寝技を持参事故ですごい上手で、まあ、ご存知のとおり小さい頃から、ね、総合格闘技だけじゃなくて、はい、ブラジリアン柔術、まあ、紫帯を巻いてるんでしょうか、はい、あるいはグラップリングキックボクシングといろんな競技に触れてきたこのイジュですけれど もうこの下からのポジションが得意で、ここからの三角締めだったり十字だったり、はい、オムブラッドだったりもうすごい多彩なので。一方の藤田宗則にとってもやっぱり何度も言いますが新庄決定トーナメント、ね、途中で、ね、終えるというのは、はい、まあ、本人としてもあの山口での戦いは本当に情けなかったと、悔しいだけじゃなくて情けないという、まあ、そういう気持ちもあって今回キャッチウェイトでも、ね、どうしても試合がしたいという部分につながったのかもしれません。わかりませんが、ちょっとラバーガード気味からオーバーハンド狙って仕掛けてますね、はい、イジュ選手が。さあ腕を抜けて、そうそうそう、残り3分半、残り3分半、しっかり呼吸しろ。もうですからこれ岡田選手ね、どんどんあのイジュの方が展開を変えていくので、はい、まあ、藤田もそれに合わせながら、はい、あるいはそれ以上のことを、ね、出していかないと、はい、これ何がすごいってもう毎ラウンドごと1点減点されるじゃないですか。そこですね、はい、でもうフィニッシュしなきゃ勝てないのにイジュ選手は下から攻めるっていうことをチョイスしてるっていうのがなかなか現代 MMA で見れない、ね、すごい試合だなと思って、まあ、ある意味そうですね、そういう見方をするとそうなりますね、はい、ですからこれ何も動かないと、はい、このラウンドは10対9で藤田のものになるわけですよね。 はい、ですからこのラウンドもフィニッシュを常に、ね、狙い続けていかなければいけないのがイジュだと、はい、なるほど。その状況で選択したのが下から攻めるっていう、なかなか今現代 MMA で見えない。まあ、確かに上から殴られる、まあ、リスクは、ね、非常に多いわけですから、はい、さあ渡辺選手、はい、まあ、減点ありますけれども、はい、まあ、この厳しい状況の中でも勝ちを狙うという姿勢がね、はい、すごいですね。なんか西川選手と何かちょっと雰囲気が似てるんですよね。なるほどなるほど、はい、だいぶ似てますよね、西川大和選手、はい、まあ、あちらは最年少の世界チャンピオンでしたよね。さあ藤田選手はそこを背中で感じながら早めの対処が必要です。残り2分、まあ、こうなるともういろんなことを、まあ、本人はまあ試合の中でイジュの方は考えながらいつも通りといきたいところなんでしょうけど、そのいつも以上のことを求められていることも当然感じているわけですから、さあそこを藤田がそれ以上の動きでイジュを抑え込んでいかなければなりません。ここまではトップをキープしていますがダメージを少しずつ取っていけるか藤田宗則。1分30 1ラウンド残りです。まあ、どうぞ。イジュ選手の試合毎回見ているといろんな発想を毎回いただくので私もすごく期待して見ている選手の一人で頑張ってほしいですね。足掴んだ、足掴んだ、これは下十字だ。藤田サドルまず入れたいですね。どうだ、トップを選びましたね。最後に狙っていきます。こだわらずにトップローリングからのバック冷静ですね。若干この今に腹固めのような取りながら戻してバックです、ね、また下ですけれどもバックになります。残りが1分を切ったばかり。さあここからさらに何を持っていけるか、腕十字のスイッチもあります。殴るエルボーか、エルボー、エルボーの選択、腕を絡めていく。さあここから残り40、ツイスターをちょっと狙ってますね。はいはいはい、さあ残り35、十字の選択はお腹の下、藤田が守る。残り時間30秒、さあ残り30、これは岡田選手入り具合どうですか。いや結構いいグラッチ取れてるんで、はい、ただもう残り20秒、
さあ藤田が守れるかどうだ、腹の下、いやもう一度来た、残り15、裏十字が一番危険な角度で決まるんで、さあ危ない、まだクラッチは溶けていない、藤田がこらえる、残り10、残り10、藤田宗則、エジューはもう一度行く、今度はロックをかける、あ、マシを剥がそうとした、さあもう一度、殴って終わる、殴って終わる、そしてホームです、第1ラウンド終了です。波状攻撃見せ場作りましたね、下から。なるほど、まあ、最後は、はい、殴りながらさらに腕を伸ばそうと。そうですね、ここでいい感じで大内さんの必殺技でもある、はい、膝十字行ったんですけど、こだわらないで上取って、そこからさらにそこもこだわらないでバック取りますね。そうですね、この若さで、この状況で、このレーシーさサイドバック、まあ、今ちょっと腹固め持っていければ持っていけるかなという対戦もあったんですが、そこでもなく、で最後終的には10時に行きましたからね。18でこのバリエーションを持ってるのはなかなかすごいです。さあただ渡辺選手、はい、このラウンドとしても、スタートが10対9ですので、そうですね、エジュー選手のアタックを最大限評価しても10対10、まあ、9対9ですよね。さあ2ラウンドも同じ状況が続きます。まあ、これは1人に契約体重はクリアできなかった、キャッチウェイトの試合ということで決められた条件です。さあスタート、あとは岡田選手、この藤田とすると、はい、あれだけ攻められて、そうですね、さあこの2ラウンドどうするかというところですね、はい、おー、でも引っ込んだか。まあ、藤田選手としてはすごいいやらしい言い方すると、この伊集選手のガードに付き合わなければ、はいはいはい、まあまあ、そうですね、1ラウンドでポイント取れるんで、ゲームメイクとしては、はい、まあ、これ今クローズと組んでますけれども、はい、開いたところで、はい、どん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 立って、はい、立ってしまう、身の毛ある状態作って、はいはい、でやっていけば、まあ、いやらしい話ポイント取れるんで、まあ、ただ入ってきますね。そうですね、ファイターですし、その新人王決定トーナメント、去年の終わり方がね、はい、本人としてはまあ許せないぐらいの気持ちになっているのかもしれません。こうクローズガード開いた瞬間こう立て離れるんですけど、藤田選手なかなか離れないですね、うん、ということはもう藤田選手の藤田の中にもこうフィニッシュを。そうですね、さあしかしながらイジューの方もエルボー、縦エルボー、頭頂部に向けてどん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 打ってきます。さあ細かいダメージを取っていくイジュー、まあ、1ラウンドはどういうジャッジの見方になるか分かりませんが、さあこのラウンドもあえて下の選択をしましたイジュー。これね、岡田さん今引き込みでしたからね、はい、確実に下で戦うんだという、はい、もう残り3分半しかないですけど、まだ下の状況で1点、はい、不利な状況なんで、いわばそこから始めてるわけなんで、なかなか相当自信があるのか、それともですよ、ね、何かを課しているのか、ね、そうですね。さあクローズです、これはガードの中に収めつつこの展開を続けようというイジューの気持ち。ただ藤田の方も開いたガードからは離れようとはしません。三角来てます。あ、ハイガード、あー腕を1本入れ込んでいますが、これはああ来た来た、さあ取れるか、エルボーだ、耳の横エルボー、きつい、ちょっときついか、さあこれで三角を組めると、これは今は打撃を入れていく、そうですね、このうちに深く入られちゃうと踏んだ、セットされちゃったん で、 あと腕流されたら決まりますね。さあ頭を押さえる、頭を押さえる、押さえていく、押さえていく、突っ張って狙う、突っ張ってこらえる藤田、肘を張るがどうだ、ちょっと力が抜けてきた、殴る、まだ殴っている、藤田も意地がある、藤田も意地がある。伊地選手は腕を、右腕を流したいですね、藤田選手の右腕を流せば決まるんですけどね、今これ手を自らクラッチして、はい、最後の防衛戦として、はいはいはい、藤田選手はクラッチして自分でクラッチしてますね、で、まあ、できるだけ腕を突っ張っていると思うんですが、はい、さあこれでも足の力と腕の力、勝るのは足の力だ、さらにはエルボーがどん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 殴ってくる、イジューがこのままフィニッシュに持ち込むか、残りは2分になってきた、3分経過、まあ、腕のスリーパーと違って足の三角ですから ね、 ね、長時間攻め続けることはできます、はい、さあ藤田がこらえていますがどうだ、さあ徐々に徐々に力が抜けてくるか、まだ隙間は若干あるように、そうですね、若干もう少しタイトにしないといけないですかね、はい、あと今伊地選手は自分から角度作って、はい、隙間埋めていくっていう方法もあるんですけど、さあ頭頂部へのエルボー、藤田選手が抜ける方法ってあるんでしょうか。
藤田選手が抜ける方法は、まあ、ここまで深く入っちゃうとなかなか厳しいのはあるんで、さあこれはあとはまあなんとか腕を突っ張って離れ隙間を作り続けると、そうですね、あとはイジュ選手が展開を変えようという、ね、頭になれば、うん、ただちょっと変わらなそうですよね。あとまあ飯田選手が打てる打ち手としてはもう位置を変えて、はいはい、飯田選手の頭を金網に押し付けに行く、あそうです、回って180度回って、はい、でエビを打てないような体勢にさせて、残り時間1分、この状態ですと、まあ、飯田は自由に動けてるわけですよね。そうなんですよね、はい、エビもできるし、ただエルボーの数も増えてきた。さあ飯田はこれでフィニッシュするつもりになっています。フィニッシュしないと、そうですね、はい、勝ちということになるとフィニッシュになります。さあタイトになってくるが、藤田にもまだ意地がある。去年のあの全日本やして新人王決定トーナメント勝てなかった悔しさがある。あさあ伊集が残り30秒、残り30秒動き続ける藤田宗則、エルボーを入れ続ける伊集、ね、さあちょっと膝が落ちてきた、膝が落ちてきた、こらえる藤田宗則、タップしたが決まった。すごい勝者藤田宗則、無念のタップ。伊集リオンが取り切りました。一本勝ちの伊集に笑顔はありません。いやただ岡田選手、はい、4分40秒、もちろんあの体重超過でキャッチウェイトになって、はい、まあ、9対10からのスタート、はい、1ラウンド2ラウンドともにですが、はい、もちろんあの勝つということになればフィニッシュが求められたところです、はい、なのに、はい、岡田選手もご指摘ありました下になっている、はい、下から攻め始めるっていう選択肢、まあ、本人がどう考えたか本当にこちらからではわからないんですが、はい、もしかするとセコンドもそれは進めないと思うのはどうですかね。いやそうですね、いくら得意と言っても、まあ、はい、ほとんどの選手がこの状況でもうイージー選手と同じ選択肢を取るかといったら多分ノーだと思うんですけど、はい、まあ、イージー選手でもそれをやりきってしかも結果一本勝ちしました。そうですね、素晴らしいとしか言いようがないです。まあ、マイクでは、まあ、あまり弾んで言葉は出てこないかとは思うんですけれども、 ね、それでもですよ、すごい試合を見せ、試合を成立させて、まあ、マイクはなしになりますか。最後は三角締め、一本勝ち、タップを奪い切りました。勝利になりましたが、まあ、教訓も一つ残しながら次に進むことができます。イジュリオン三角締めの一本勝ちでした。